おはようございます。あれ汚いね、これで見たら汚いね、割と見たら汚いような人。今日から石積みですけど、はい、どうなってるね、変わる、体が悪くならない、はい、市場が出過ぎた感じ。一段下の石を積んでるんですか。そうです。なんか名前とかあるんですか。土台を作ってるわけですか。土台いいですか。出来上がるの。まあ、先生木なんですか。じゃないですか。あ、じゃないんですか。考えるとこなんですね。二、はい、つ。おはようございます。おはようございます。下地さん、下地さん、違う、今言おうとしたのになんでやめたんですか。おはようございます。こんな毎日俺悩まされてるんですか。悩まされてます。なんでですか。いつもこういう風な感じで朝を迎えてます。悩んでますか。実際悩みたいですもんね。眠たいですか。今日は今日から石積み、そうっすね、始めるんですね。あの、どうぞ。ちょっと待ってくださいね。この石見ますね。ユンボ購入しました。どうですか、新しいユンボ。いつもピカピカっすね。ピカピカっすね。いくらやったんすか。3,800万。ギター出るわ。嘘です、借りました。すみません、どうも。うちとこのはベイビーベイビーでございます。バリ汚いね、これで見たら。汚いね、俺と見たら。汚い言うなよ、人。汚い言うて。お願いします。はい、お願いします。おはようございます。おはようございます。今日から石積みですけど、はい、何日で終わる予定ですか。普通だったら1日で終わるけど、段取り俺偉いや。僕だから1日で終わる。まあ、丁寧に積むんで、どこ取ってんだよ。どこ取ってんだよ。変わって丁寧に積むんで、はい、まあ、2日から3日、まあ、丁寧に丁寧に積んで、体が悪くならないように。はい、四十肩なもんで。上がらないですか。上がらないですよ。32歳。サバ読みすぎちゃう。32やったら俺の3つです。いや、もういいですか。はい、すいません、よろしくお願いします。積む感じで、はい、お願いします。お願いします。はい、はい、これやばいの、すごいの。今これは一段下の石を積んでるんですか。そうです、はい、一番下は大きな石で、上に行くにつれて小さくしていかないとダメですね、石積みは。なんか名前とかあるんですか。根石って言います。
ネイシと言って、一番下の石はネイシと言って。じゃあ一番重要なとこなんですね。そうですね。土台を作っているわけですか。土台、そうですね。だんだん石の重さがかかってくるので、大きな石から上に行くにつれて小さな石をバランスよく取っていきます。それで、こういう石の、また長細い貝で石を固定していきます。こうすれば動かなくなります。どうして貝っていうかというと、昔の貝殻に似ているからって今作りました。いいですか。はい。石がなんか後ろ向いて下がってるように見えますね。もうずってきたらあかんね。の後ろに採石機を引きたいんですが、まだ4度が使えません。これは重たい石ですね。重たいですね。殺されるわ。これは角なんですけど、はい、角用の石なんですか。角は角用の石ですよ。森下君が用意してくれたからどうしても使わないと。うん、それが一番大きかったんで早めに使ってほしかったんですよね。はい、重たい。重たそう。これ好き。角は一番重要なんですよね。角は1日1個と言われたぐらい。あ、そうなんですか。はい、重要なんです。でもなんかちょっともう一つの角なもん。そうです。一番考えるとこなんですね。そう、考えやなあかんとこ。Turned my thinking on to make sure it's aligned with yours. I'm obviously doubtful, how could anyone turn my opinion round? I'm trying to understand what all the fuss is about. If I admit to myself, I build my own. 石が丸いので積みにくそうですね。そうですね。全体に面に対して控えが短いので、控えって何なんですか。控えっていうのは言えたら引っかかる部分ですね。面に対してここから後ろまでの長さ、後ろが長い方が前向いて崩れにくいということですね。前だ、この次に積んでも全体で重さをテイク2お願いします。テイク2どうですか。石ないっすわ。ないですか。ないっすわ。でも結構あるっすよ、ここに。この短いんですね。何がですか。控えが。控えとは何ですか。控えが辛いこれぐらい欲しいです、僕で。え、なんで控えって言うんですか。控え取るからね。控え取る、うん、控えっていうのはまあ、黙れ黙れ。 I know nothing but I know it all. And if I am wrong, I'm only human. But I'll tell